新貫原駅は静岡県静岡市清水区貫原にある東海旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は CA10。運行形態の詳細は東海道線を参照。この付近の沿線開発が進んだことによって設けられたが東海道53時15番目の宿場である貫原宿があったのはもともとこの付近であり、貫原町内では 人口が初めから多い場所であった。結果、駅が設けられると隣の神原駅の乗降客数をしのぐようになり、現在に至るまでそれは続いている。現在は静岡市の東の玄関口の駅である。上記の経緯から神原駅に停車していた急行の一部は1980年代前半より、当駅と神原駅との選択停車に変更されて、 いたが、1996年3月のダイヤ改正により、東海道区間を走る急行の廃止に伴い現在は再び、普通列車のみの停車駅となっている。藤川駅、神原駅の項目も参照のこと。ホーム相対式ホーム2面2線を持つ、高架駅。ホームは築堤上にあり、ホーム東端の地上部にコンクリート造り平屋建ての駅舎が立つ。 東海交通事業の職員が業務を担当する業務委託駅で藤川駅が当駅を管理している。駅舎内には JR 全線切符売り場、自動券売機が設置されている。早朝、夜間は無人となる。静岡県統計年間によると2019年度の1日平均乗車人員は1424人である。近年の推移は以下の通りである。 整備された駅前広場には東海道53時のタイルなどが敷かれている。駅前広場には漁船の展示がある。神原駅よりも神原の中心部に近い。2019年9月までは神原病院から先、藤川駅、富士駅方面の富士急静岡バスの路線が運行されていた。注釈出店、ありがとうございます。